どういうことかっていうと、あのジャイアンツいるじゃないですか、まあ、お前のものは俺のもの、それのものは俺のものだっていう名言あるじゃないですか。でそれがフィジーになると、お前のものはみんなのものだな、俺のものもみんなのものだなって感じなんです。いろんなものとかお金とか共有して付き合っていようみたいな文化があるんですね。これケレケレっていう文化なんですけど、これがその実際のお醤油をお隣さんに借りてる写真です、ね。まあ、これ見てね、結構の人が、あ、昔の日本はこうやってなみたいな話にされてたんですけど、まあ、まさにそんな感じで、ちなみに自分のケレケレ歴をこう書かせてもらったんですけど、こんな感じで、これは自分が持ってるものをこのお母さんとか勝手に無駄に使ったりとか共有されたみたいなんですけど、なんか、まあ、例えばで言うとヘアワックスとかがあるじゃないですか、日本から持ってってたんですよね。やっぱ現地のやつって別にそれ多分いいやつですよね、ケースも多分違うから日本から持っていく。でまあ結構7ヶ月ぐらい滞在してたんで、ちょっと大きめのやつ持ってたんですよ。でそれをちまちま使ってたんですけど、ある時見たらこっそりないみたいな、なんでとかって娘さんとか妹とかメメっていうのを言うんですけど、お母さん使ってたよみたいな、え、マジで使ったやろみたいな言ったら、もうだっていい匂いやったもんみたいな感じで全然悪気ないそんな感じで共有されるみたいな。はい、あとなんかこうこのケレケレ聞きたいみたいなあったら、あ、なんかありますか？このケレケレ気になるお金、お金がね、ちょっとね、これ結局なんか福祉人って給料日とか入ったらもうバッて使っちゃうんですよね。給料日前とかに大体ちょっとな、もう今月はな、ちょっとな、生活厳しいからな、ちょっと柔道頼むわ、そんな感じですね。でも貸して、結局最終的にはマイナス36ドルぐらいですかね、返ってこなかったのは。まあいいんですけどね、36ドルやったらフィジバルなんで2000円ぐらいなんで、いいかなって感じだったんですけど、まあその20ドルとかも分かるじゃないですか、結構。ちょっともう1ドル貸してくれへんとかも言ってくるんですよ。1ドルってそれやりくりできる1ドルもない状態なみたいな、そんなにいいのでいる終わるのってなんですけど、そうそうそう、そんな感じで。そうすな、携帯電話とかも僕フィジーフォンでフィジーの電話みたいなの買ってたんですけど、最終的にはそのフィジーフォンなんかよくわかんないんですけど、このフコーさんのお母さんの、いとこ最終的に持ってました。俺の携帯どこ行ったんって言ったら、あ、今いとこ持ってるやつ、もうええわみたいな、あげるわみたいな感じで、そんな感じで共有の文化があるっ